佐藤和夫動画チャンネルです。今回の竜巻があってから藤田スケールという言葉がよく出てきたんですが、よく意味がわからなかったんですが、今日の新聞にこの一覧表が載ってましたので、ちょっと記録として残すためにちょっと撮影してアップロードしたいと思います。